もう来週がクリスマスイブスンもう本当うん」の上カミングすんクリスマスカミングすんだねそうっすよどうするんですかプレゼントはあの7波にああ7波もうちょっと用意してますあっすんとすんとって7すんすん広めよう習慣なのさっきから「すん」をすげえ使ってくるけど 俺もうすんちかすんの人になっちゃうんじゃないすんの人まあすいませんもう用意してますああですかうんあのうちのさこの七葉のねサンタにプレゼントを頼むわけじゃないだから別に何が欲しいのってね聞いてまあまあ言うはせんのもいいけどプレゼント何が欲しいかあの こう知る方法うん、うん、教えてあげようか聞きたいそれはだって俺もいずれはやっぱ子供欲しいしねなるかいそんなことああなんかい <laughs> <laughs> 僕なんか子供なんかでそうですよね今さねそうですね今さなんでそう喋る時変なキャラに入るのキャラに入ったらおかしいってムツクロさんみたいになっちゃうねムツクロさんみたいになっちゃうねあのまあまあそういう日がね来る時のためとかね聞いてる人でもあれだけどサンタさんはどっから来るかさやっぱ基本空から来るっていうイメージじゃないですかだから窓から大声で叫ぶのよ すげえそれで毎年リサーチしたリサーチしたわけだすげえでも細かいのを出してくると困るんですよどういうことそれはんか大雑把な感じで言うじゃないですか例えば「プリキュア」の「何とか何とかセット」とか言われてもよくイメージができないでしょそれが知らないとそれをなんか プレステとかか言われるけどそうじゃないいっぱいあるようなもんだと困るんですけどそういう時はんかそれ見てどれどれっ言っうのそれはどれが欲しいのか知りたいあサンドさんにどれのこと言ったのっああなるほどねいいね大丈夫考えてるんですか日村サンタ大倉さんタ考えてますよ考えてるええならはもうリストにアップしてましたからなんですかそのリストって 言ったじゃんここでも言ったと思うああのラジオの方でかな名前入ってるのね奈々葉がクリ,ス、あのー、クリスマスになんか書いてたから日村さんた大倉さんたその横に欲しいもん書いてる <laughs> <laughs> えなんて書いたんだいやそれは俺はね分かんないんだけどそれだってそこを叶えないとだってまずいじゃない,いでもそれはいいと思うよそんで言ったのそれはもうでも結構女の子だもんね もうそうそそうういうのだけどでも言ったのそんなもらうものをねそのサンタさんには頼んでいいけど日村サンタとラサンタには指定はしちゃだめだだってただ去年さ日村さんが欲しがってたもんが俺知ってたから言ってたまたまそういう電気街だからゲームだったじゃんなんかプリキュアのそれで日村さんが日村サンタからだっつって置いといたんだって枕元に1個1個の大倉さんと。 だから、欲しかったものを言ったら、くれたから、そうやって書いたから、<laughs> うん、違うと。なるほうん、日村サンタと大倉サンタは別に、あのー。 くれるものは言えないんですよ。あの二人のサンタは融通がきかない。なんでだよ。日村サンタセンスね、だから要すね。大倉サンタセンスでいくと。そこはね。まあ、でも、ちょっと、こう、聞いてくれたら、被っちゃったら、あれだからさ。ね、持ってるもん。そうだね。あるから。たまたま、一緒って、やばいもんね。被るって、最悪じゃない。いや、ありえるじゃん、子供が好き。あり得るから。俺の情報からいったプリキュアのね、今一番新しく出た、これとか言ったら。ね。うん。オッケー、オッケー。うん。まあ。それはもう、絶対やります。 ううんんだからでも言うわうんあのこれうんが喜ぶと思うっつうものはそうそうそうあの俺今うううんんんそれのが楽でしょそう楽楽楽えっと日村サンタはじゃあれ買ってきてうんえっとアイポッドタッチそれで大倉サンタはあの PSP のなんか限定版みたいな出るじゃんそれそれたらファーザーが欲しいんだろたらファーザーが欲しいやつだろ何なんでしたらファーザー 言わねえだろ5歳の女の子が iPod タッチ欲しいとか去年までプリキュアのなんとかって,言ってなんで急に iPod タッチまで成長すんのよ何なのその成長の仕方はあ,あそう、うん、まあわかんないよ、まあ、女の子の成長早いもんね <laughs> <laughs> わかんないけどさ <laughs>